東京オリンピック・パラリンピックに向けたイベントの一環として日本文化を世界に発信する大規模な祭典の一部が明らかにされました来年4月から開幕する東京2020日本フェスティバルでは大会を前に開催国の文化を発信するさまざまなイベントが予定されています。東北復興がテーマの文化プログラムでは 巨大な人形がが東東北各県でで人人々のメッセージを預かりながら東京まま移動します。人形は東北弁でお調子者という意味のおだずもっこからもっこと名付けられました。 また歌舞伎俳優の市川海老蔵さんと世界的なオペラ歌手が共演する舞台もイベントの一つとして上演されるということです。